甲子園球場で生まれたっていうカクテル光線について、それを LED になっても再現させたいっていうのが自分の中での思いでもありましたので、実機を持ち込んでいただいて明るさの検証等をやらせていただいたんですけれども、その光の優しさ、 LED 光線の光の優しさっていうところが非常に良かったと。グレアの少なさと省エネ効果の高さ、明るくなって、見やすくなったという言葉をいただいてますので、そこは安心してますけど。ファンの皆様が今の演出の中で盛り上がる部分、楽しんでらっしゃる部分については、そこを強く後押しできるような演出をしていきたいねっていうようなところを打ち合わせでしてまして、ビジョンとの連動っていうのはもちろんやっていきますので、その中でビジョンの動きの中と光の動きが一致するようにっていうところについては、非常にパナソニックさんの高い技術の中で再現いただいているっていうのもありますし、かなり細かく設定しているんで、来場いただいた時に楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。素晴らしい照明設備を納入していただいたんで、今後はより一層お客さんに楽しんでもらえるような遠征照明ができればなと。次はいろんな色ですね、レーザー光線というかカラー光線というかを混ぜ合わせるっていうようなことも今後は検討していきたいなというふうには思いますし、光の演出っていうものを、試合以外でも何か活用して甲子園の価値っていうものを上げていけるような取り組みができればなというふうには思っています。Panasonic.